でもさ、1個目2個目とか言ってた時から比べるともうこんな立ってる。9月からだったから9、10、11、12、12、ちょうど5ヶ月なんだけど、ちょっとサボり気味だから頑張ってます。ここに隙間なななな、な隙間開くんだよね。わかる？ここ。噛み合ってないの。生まれてから生まれてからは嘘。かほちゃんがセクシーすぎて可愛くもあったでしょ。歯欠けてないよ。なんかこう歯がこうなるじゃん、普通こうなっちゃってるの。かみ合いません。はあ、口開くと歯が いっぱい見える。すごくない？なんかこういうエフェクトみたい。今日はそう TikTok、Instagram 更新しましたよ。歯がちっちゃいんじゃなくて多分口がでかい。そうだからハンバーガーとか困らないよね。すぐかっていう。TikTok 更新しました。自分の方も更新しなきゃなと思って。更新しました。ほのさん可愛かったでしょ。ああいうメンバーの動画も載せてったらいいよね。そう、黒のケープ。私も黒のケープ持ってるけど、事務所に置いてあるかも。笹川さんって劇場で見ると目が合ったって。なんだろう。思っちゃう？目が合ってるよ。
いい動画は、うんうん、全員で更新します。あ、編集します。それ1回はメンバー1人1回は更新じゃない、編集するので。ただそこ出来上がった動画をツイッターの人に飛ばすのは私とドンさんがやります。いろんなメンバーが窓口みたいな感じになっちゃうと、それはそれで多分受け取る側がこと困っちゃうので、出来上がったものはを届けるのは私とドンさんだけど、編集は全員でします。こんにちは。あれ、もうご飯かもしれない。あれ、1個足りない。見て、カバンにボールペンが。見て、すごくない？あれ、こっちだった。これは全部全部同じ。これが一番好き。これないね、もうインク、そんなに。色黒です。色黒の 0.38 使ってます。これはラジオとかもそうだし、反省会の時とかの時に必要になるので、絶対に絶対に持ってます。でも最近出会ったこれがめっちゃいい。10なんだこれ、10スアップみたいな。わかり、合いません、ピンと。そう、これめっちゃいい。この 0.38 書きやすい、裏切りません。これはこれ使ってますね。そうで、マスクと私のカバン、あ、私のカバンに絶対入ってるもの、カバンの中身紹介。マスク、マスクケースとペンと手帳ですね。そう、ジュイスアップ、あと顔のパックが3つ入ってます。なんで3つも入ってんだろう。入れたのが泊まる時とか友達のところにとか、あと公演前とかパックしたい時に急に欲しくなるからパック。そして歯磨き、歯ブラシ、そしてマヌカハニー、そして貼らないカイロですね。あ、探してたのあった、ライト。あと&B のコンシーラーがここに入ってましたね。そして
してカラコン。忘れた時に困らないよ。そしてライトとアンドロイドの、これ詰めやすい、アンドロイドのアダプタですね。ライトです。消えた、充電しとかんとかん。あとなんだろう、バファリン。あとは、やばい、ピアス出てる。ライトが入ってるのはいつでも撮影できるようにです。やっぱコンサート会場とか、まあ、充電ないんですけど充電ない、なかったんですけど。おお、かわいいね。ちょっと整理しなきゃ。わわわ、髪の毛。そう、あああああ、あらあらあら、めっちゃ飛び散ってしまったわ、ピアス。そう、なんだっけ、コンサート会場とかで暗い時があるんですよ。そうなった時に写真がね、写真撮りたいじゃないですか。ネックレス、ドシンプルなネックレス。そうで、なんだっけ、あれは持ってってるんですよ、常に。今日カバンが違ったから、ここじゃない、ここにネックレスもあって、今日カバンが違ったからね、だからね、これは持ってってるから、これにこれも持ってるから、このアンドロイド用のやつで充電してみたいな感じですね。確かにサイリウムだったらさ、白つけたらさ漏れるよね。私もサイリウム持ち歩こうかな。でも撮りづらい、写真撮りづらいかもしれない。でこっちのカバンにあとハンドクリームと香水私が唯一人に教えてない香水、香水この香水はあとストックが3つとかかな、ある部屋に。この香水大好き、最近この香水も使ってる。この香水もあんまり出してない、表に。これもいい香り、これは須田さんにもらいました、ローラメルシェ。内緒、内緒の書です。あれ、ドラえもん2匹いたのに。星が出てきたので被ります。かわいいっしょ。もう一体どこへ行った？かわいいっしょ。ハンカチ、木綿のハンカチーフ、木綿じゃないけどあ、で、これカバンの、
乾燥剤でした。これは後でしまう。このドラえもんは100円で取れたんですけど、その後にやった無一郎の鬼滅の無一郎のフィギュアは取れなかった。30回やったけどダメだった残念。惜しかったな。あれ、ピアスの数が新芽じゃない。新芽じゃないぞ。そう。まあでも楽しかったからオッケーオッケー。よし、ピアスゾーンにこのピアスたちをしまって、よし、ねえ、なんか一気にある、なんかちょっと気持ち悪くない？それ、なんか一気に歩き始めたんだけどなんか気持ち悪いよそれあ、ちょっとそこまでの金髪ですよ今の。かわいい。無地だったらつけてもかわいいかもね。かわいいでしょ。今日まだ夜ご飯食べてないんですけど、夕方ぐらいにアイスとたこ焼きと唐揚げと食べちゃって、でもお腹空いてる、食欲旺盛です。このライト充電しようかな。で、夜ご飯はお家で焼肉ふんイエーイ。今ね、ここでタッチペンを充電していたので変えます。差し替えて、最近すごいめっちゃ食べちゃう。お母さんに言われた、最近すごい食欲旺盛だねって。育ち盛りだよね、育ち盛りだよね。好きなパックパックパック、
ブリトー食べてないや。ブリトー食べなきゃってなったけど、その瞬間にいたのファミファミだったからちょっと違うわってなってブリトー食べてないファミファミファミですよ。歌っちゃった。あれ？ああ、あっちにしまったんだった。今日自分にね、チョコレート買おうと思ったんだけど、いや、ちょっと食べ過ぎだなと思ってやめました。食べ過ぎ注意。育ち盛り。あんま見えなかった、見えんかったわ。キラキラ塗ったんだけど、アプリのマブベのアイコンがまだ古いんですが、なんで？まだ風に吹かれて、違う、あれか、ショートカットのやつ？なんでだろうね。アップデートした？なんでだろうね。アンドロイド、どうだろう。アプリ職人いないね。なかなかみんなも忙しいでしょ。むしろさ、忙しい、私より忙しいんじゃないかっていうとこあるよね。アプリで撮るとね、あれですよ、メールちゃんと保存してってくれるよ、消さずに済むよ。ね、みんな忙しいと思う。だって私はさ、まあなんて言ったらいいんだろう、SNS の更新は仕事だと言っちゃったら、それは、なんだろう、すみませんって感じなんだけど、私はあんまり仕事だと思ってなくて、なんだろう、プラスアルファな、時間っていうか、プライベート寄りなんですよ。SNS の時間って、これもそうだし、これショールームもそうだし、 TikTok インスタとかの更新も、なんだろう、管轄外というか仕事外っていう認識なんですね。だからその SNS を更新してる時間があるから、そこがさ、お仕事じゃないからさ、私にとって。だからなんて言うんだろう、私が SNS やってる時間もファンの方が働いてたりするわけじゃないじゃないですか。ってなると、私の SNS の
方が増えちゃうとみんなさチェックしきれなかったりとかさ追えなくなったりとかもするじゃんってなると、そうみんなの方が忙しそうだなっていう風に思うかも。まあブログとかをねあんまり更新してないので、私はまあぼち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 の更新になってるのかなって思うけどそんな過剰に更新してるとは思ってないんだけど、告知だったりっていうのはお仕事SNS けど、なんだろう、どこどこ行ったよとか何々したよっていうのはプライベートになっていうあれかな。 SNS でも分類分けが自分の中でちょっとあるから、だからちょっと普段のツイートの方がちょっと自由な感じにはなりますよね。なんかどこまで真面目でどこまでふざけていいのかは迷う時はあるけど、それ以外はあんまりかな。ご自由にやってます。スペース気になる。そろそろご飯なので配信を今日はここまでにしようかな。というわけで。ありがとうございました。ランキングを見ます。1位ポポポありがとうございます。2位ありがとうございます。3位ムムムありがとうございます。4位ハハハハありがとうございます。5位シュ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 ありがとうございます。6位ヒヒヒヒありがとうございます。7位コックコックコありがとうございます。8位フフありがとうございます。9位ルルルルありがとうございます。10位ゲゲ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 ありがとうございます。11位ありがとうございます。12位テジュありがとうございます。13位カカカありがとうございます。男女以外の皆さんもありがとうございました。以上でしたありがとうございました。最近はジョジョの6部とネットフリで
キューブ、菅田将暉さんのキューブで映画を見てるので、同じものが見たい方は見てみてください。ありがとうございました。また明日やるかな、わかんない。バイバーイ。